私は対面販売とお肉のカットを任されております。10キロほどの塊で届いたお肉をカットしていくのですが、部位や種類によって機械の調整が必要となります。実のところ、しゃぶしゃぶのような薄いお肉は技術が難しいです。とはいえ、最初から難しい部分を任されることはなく、マネージャーに丁寧に教えてもらえるので心配がありません。対面販売用の商品盛り付けをもっと綺麗にしたいです。例えば赤身と脂身の色合いのバランスを考え、赤身が引き立つように盛ると魅力が増して見えます。また接客面にも気を配り、お客様がまた来たいと思っていただけるような売り場を作るのも目標です。作り構成がしっかりしているのが魅力です。年1回の健康診断も受けられますし、お得にイオンシネマも鑑賞できるので気に入っています。